はい、どうもみなさん、こんにちは。まるちゃんです。ということでね、今回なんですけども、今回はですね、ソロスクに来ております。ということでね、ここに降りてきてんのワンパーティーだけ、ワンちゃん。ほんとはね、ツーパーティーぐらい来て、ちょっとやり合ってほしいんだけど。真上に降りてんだけど、こいつ。やめてちょうだい。あ、ツーパーティーぐらいいそうだな。ナイスナイス。まあね、できればやり合わせて、まあそこ漁夫倒したいかなっていう感じ。やり合ってるわ、早速。やり合うの早いです、君たち。あー、どうしよう。一旦回復をね、優先したい。オッケー。さあ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 。めっちゃやり合ってるくね？てか、こんなやり合う？あ、ポーションありがたい。あ、どこ行くんお前。よし。でも、ソロスクの、もうちょっと大事なとこ、カスカスやから、蘇生されたらね、もう超だるい。究極にだるいから、もう先に核を入れておく。これ大事ね。よし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 。オッケー。100タンク割りに行くか。まあ、格殺さえ入れれば、その場で蘇生はないから。は？あー、やばすぎ、危な。最悪、リブートされた。だるすぎる、こいつら。これがスカットのだるいとこ。ご利用されるからね。やめて。あ、パイク打ってる、ありがてえ。よし、いいぞ。これはちょっと一旦資材集めないとまずいね。4人さばかないといけないから、やっぱ資材量がね、大事なんですよ。今さっきリブート強行してたやつだな、お前。許さんぞ。よし。いいね。美味しい。プロベリーもいただく。水は美味しいよ。よし。さあ、格殺もしっかり入れて、蘇生はさせない。リブートはもうわからんけど。あ、別パターンある。バカったりお前、根元崩すな。これは可愛いパーティーやな。もうちょい奥。はい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 。オッケー。ラストワンどこや。わかんねえから一回放置やな。このちょっとプレイヤーのパーティーをね、先に倒さないとまずいんだよね。普通に。え？いるわ。ちょっと待った。あいつ、最後の最後に一発当ててきやった。あ、奥いるな。ちょ、一回資材あいつらからもらおう。ボットはめちゃめちゃ資材をね、蓄えてるんで、まあ、ボットをね、見つけたら倒して資材をね、取りましょう。ソロスクとかやるときは。まあ、ボットがいないランクとかでね、ソロスクやる人は、まあ、あんまいないと思うから、別にいいんだけど。よし。まあ、ソロスクを、まあ、普通の通常マッチでやるっていう人は、ボットはね、優先的に倒しましょう。で、格殺して資材を手に入れる。ほら、俺もう、鉄300の、レンガ400。これで、ほぼマックス。えぐいやん、並び。仮面ライダーか、お前ら。完全仮面ライダーの並びだろうね、これ。よし。危な。まあ、これでね、資材はね、めっちゃマックスになるんで。まあもう俺フルカンしたんで。まあ、ボットを倒すのは大事。まあ、あと欲しいものって言ったらスナイパーなんだけどね。出ないな。なかなか。まあ、スナイパーさえあれば、まあ結構なんとかなるところはある。やっぱワンパンできるから一人減らせるんよな。それが強いよねっていう話。え、待って、あれスナイパーじゃない？おっと？来たよ。言うたら来たよ。ボッティーパーティーだったんかな、さっきの人と。く。ボットパーティーだったっぽいね。一瞬で終わってるわ。
あへ、そこでストップするん。なるほどなるほど。怖いやついるぞ。グレネードの M いいし。あ、来るですね。詰めてくるタイプやん、お前ら。保険ちょっと当たん、危な。待って、はまんないでほしいな。バイバイ、距離取るよ、そら。そら無理よ。え、いった。あいつ、ここの、後ろの窓から当ててきやがった。爆発するよ。あげ、まあ、これはなんとか引き剥がせそうやけど。まあ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 。負けそうではあるな。このまま巻くか、一気に。この奥にね、またスポーツカーがあるはずやから、まあ、そっちまで行けば。ああ、見てるわ。危ない危ない。危ない危ない。まあ、スナイパー勝負は知らんぞ、お前。スナイパー得意やぞ、俺。あ、外した。これね、ヘリがめちゃめちゃ早いんだけど、ヘリが早いから、一旦このアンチ内にいるメダル持ち、こいつらを、ちょっと、倒したい。この車を、アンチ際の方まで持ってって、まあ、これは、出したらね、ガソリンマックスで出るんで、この車。ちょっと巻くのにはちょうどいい。え、どこ行ってんだ、あいつ。蘇生しに行ってんのかな。ここ行って、ここ置いといて、ねえ、アンチ側から来たやつをね、倒したいね。出しやすくしとくか。こっちの向きで置いとこう。さあ、アンチ側から来たらね、リブートをしたいはずなんだよ、多分。戦闘で多分削れているから、リブートをしに来る読み。さあ、リブートしに来る読みでここに来てるけど。あ、いるね。オッケー。まあ、リブートしに来るとは思ったよ。まあ、ショットガン外したのいかついけどな。まあ、メダルはいただくと。ありがとう。2枚も。嬉しいね、このメダルは。さあ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 、こういう、まあ、戦略もね、大事よ。まあね、まともにやり合ってもね、まあ、勝てる可能性の方が、低いんで。4人いるからね、戦ってる間にね、2人と戦ってる間に、その他の2人でスナイパーダーサルトって言ったらきついんですが、できるだけね、孤立させて、まあ、叩く。それが、まあ、ちょっと、大事。あ、だいぶエグいことになってる上。あ、だいぶエグいことになってる上。思った8倍エグいわ。あ、どうも、こんにちは。おい、ちょっと。うわ、怖すぎ。ちょっと奥まで行っちゃおう。え、嘘でしょ。まあね、運も実力のうちって言うんでね、まあしょうがないですね、今のは。やれ、当てられる。GG すぎるけどな。まあ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 、運も実力のうちということで。まあ負けは負けやな。いや、普通にあれは、惜しかった。今のはね、ちょっといい感じやったから、まあちょっと勝ちきりたかったけど、対空でスナイパー当てられるのはどうしようもないわな。まあ GG って感じやね。まあ、スクワットバトロワーで勝てないのはちょっとだいぶまずいな、ソロスクで。まあ、ちょっと練習が必要かな。いや、まあ、今のは練習もクソもないけどな、対空でぶち抜かれてるから。まあ、またリベンジしようかな、近いうち。まあね、この後ね、アップデートが来て、新しいミシックとかも来るらしいんで、まあ、ちょっとそれが楽しみかなっていうので、まあ、ちょっとアップデート待っていこうかなって感じですね。はい、ということで、皆さんこの動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。